今回は前回に引き続きミルマンの定理を用いた問題について解説したいと思います。この問題は平成20年度、理論の問いなのに関する問題であります。前回のミルマンの定理の問題の場合は電圧を求めれば終わりでした。今回の場合は3箇所について電流の大きさを求めるという問題であります。さらに、よく確認しなければいけないのは電流の大きさと方向を聞いているということです。これ例えばマイナス、こちらプラスですね。これは、この、矢印の方向に流れている場合をプラスというふうに、規定しているということであります。では実際に問題を解いてみたいと思います。ここを A、B といたしますと、VAB は、分母の方は、コンダクタンスであります。4分の1プラス5分の1プラス2分の1と。分子の方は、各回路だけで見た電流値であります。つまりコンダクタンス分の電圧であります。ので4分の4プラス5分の0プラス2分の2というふうになります。これを最小公倍数で約分していきます。潰していきます。そういたしますと、これは20になるかと思います。それで20分の5プラス4プラス10の20分の20プラス0プラス20ということであります。そういたしますと、これは5足す4ね、失礼いたしました。この場合ですね、この部分注目していきますと、電源の向きが逆向きになっております。ですのでこれはマイナスの2分の2とですね。ということで、これは分子の方がですね0ボルトになってしまうんですね。ということはこれは、計算するまでもなく0ということであります。よって VAB は0ボルトということであります。つまり I3 に関してはこれは0アンペアになるということであります。この時点で1番か3番であります。そして、VAB が0ということはここが0ボルトであります。つまり4ボルトがここすべてにかかって、さらにこちらがプラスこちらがマイナスというイメージですので、矢印の方向と同じ向きに I1 は1アンペアと、そして I2 に関してはここが0でこちらがマイナスの2ボルトというイメージになります。ということは、こちらはI2 も矢印の向きに1アンペアということであります。よって3番が正解になります。これは、電圧が0ボルトになってしまうという、非常に面白い問題であります。この電流を3箇所求めなければいけないので、ミルマンの定理を使うのは非常に有効になります。テブナの定理や重ね合わせの理という場合は、ある規定のある、一定の場所の電流を求めるには最適なんですが、このように3箇所を求めるとなると、ミルマンの定理が一番楽であります。次に重ね合わせの理ですね。重ね合わせの理の場合は、各回路に関する電圧が電流がすべて1回で求まりますので、その足し算でいくということであります。ただ計算の量としては絶対に、ミルマンの定理の方が、少なくて済みます。
計算の量が少なくて済むということは、それだけ、計算ミスも少ないと、計算ミスのリスクも少ないということであります。前回と今回でミルマンの定理がいかに有効かということはお分かりいただけたかと思います。ぜひ皆さんもこのミルマンの定理をマスターしていただきたいと思います。